7月4日土曜日4時45分を回りました。東京ヤクルトスワローズマスコットつば九郎です。スワローズスタジアム DJ パトリックです。今日なんかあれですね、ヤフーニュースになんか我々の写真載ってましたね。はい、なんかスタジアムで喋る人の呼び名をテーマにして、我々の2人の名前は全然出てこなかったんだけど写真だけ載ってたみたいなね。はい、なんか得した気分でした。はいはい、リモートークプレーボールまで待てなくてナトゥー、週末今日は土曜日なのでクラブハウス前からお送りしていきます。はい、スマクローがですね、はい、偉い人に頼んで行ったこの企画、はい、このクラブハウス前から生配信でお届けしていきます。スワローズファンの皆さん元気ですか。はい、マスコット界初のこの試み、当たるか外れるかは視聴者の皆さん次第。でもここまではかなり当たってるんじゃないですか。いい感じで来てると思いますよ。はい、もう自信あります。ないのないの。いや絶対幹部の皆さんもこれ当たってると思うから、多分昇格か昇与かあるんじゃないですか、スマクロ。はい、あったらルービーお願いします。はい、よしよしよし、 OK、 さすが太っ腹。はい、ここからの戦い、あ、ここから選手たちは戦いのワンダーランド、グランドに向かう選手たち、ここでわちゃわちゃやってみたいと思います。はい、5回裏終了後無観客ですが神宮球場名物、はい、つば九郎の、はい、バズーカタイムを行っております。題してリモートバズーカキャッチ。はい、この配信を見ている全ての、あ、見ている皆さんね、全てチャンスがあります。はい、私が説明させていただきます。毎回キーワードが出ますけども、今日もたくさん飛行機が上空飛んでますね、旅客機がね。はい、気になりますけども、どこまで言ってましたっけ、飛行機に向かってバズーカ撃つんでしたっけ。あ、そうですね、はい。それで、5回裏終了後にですね、 T シャツを打ち込みます。その打ち込んだ T シャツをですね、視聴者の皆さんにプレゼントです。それにはキーワードが必要なのでね、この後つば九郎キーワードを出してくれますので、必ずそちらの方を入れてプレゼントをゲットしてください。はい、リモートークプレーボールまで待てないナトゥ、いよいよ今日と明日が最終回ということでね。はい、ほとんど向こう側に、だけどもバレたら逃げますと、はい、ということで堂々ともつば九郎もやってますので、はい、大丈夫かと思います。はい、 OK ですか。はい、ということで今日と明日がいよいよこの企画もラストということで、はい、どうしますかつば九郎。はい、7月7日七夕、はい、あなたの願い事を教えてくださいということで、はい、ぜひ願い事を教えてください皆さん。あ、じゃなくて選手にね。そうだそうだ、短冊の用意もしていますここに。はい、なのでワンダーランドグランドに向かう選手ちょっと捕まえて願い事を聞いてみて、でちょっと余裕ある選手には書いてもらう、ここで。はいはい、あ、口頭でも答えてもらえればと。はい、ということで、そうですね、いやどういうみんな願い事があるのか。はい、まずはまあ今日の勝利であったりとか優勝とかそういうことになるんですかね。うん、あと今日の朝何食べたのも、はい、あ、僕、はい、必ず聞きます。はい、まだやってるんですかみたいな。でもやっぱりね、勝負に向かう選手たちはやっぱり朝何を食べてるかっていうのはね、やっぱり龍たち気になりますよね、本当ね。はい、ちなみにつば九郎の願いは、あ、笹の方に書いています。はい、ちょっと見せてもらいましょう。はい、じゃあまず、はい、蛇口からルービー、ほほほほ、いいですね。卵割ったら黄身2つめでたいね。何か、購入した馬券が必ず当たりますように。おお、これ3つかなっちゃったらもうつば九郎球場来ないですね、もうこれね本当に。はい、で、あら、もう1個これありますけど、これはつば九郎、あ、これピンクだから、あ、つまみちゃん、たくさんの皆様と
笑顔で、触れ合える日が早く来ますようにハート、ね、つまみさん字綺麗ですよね、うん、つば九郎も綺麗、はい、はい、ということで願い事は7月7日って多分坂口選手誕生日じゃないかなですよね、グッチ選手願い事もしっかりちょっと聞いてみたいと思います。はい、さあ選手たちの願い事グラウンドに向かう間にちょっとキャッチしたいと思います。のれんじゃないんだよ。はい、いやでも蛇口からビールいいですね、ルービー、蛇口からルービーね。はい、本田さんの願いは、そうですね、やっぱり、ワクチンの治療薬。はい、じゃあそうしたら、だって入場制限とかしなくていいじゃないですか、まあ、選手たちも安全にね、プレーできるんで、はい、お願いします。真面目かって言ってね、はい、真面目に語ってしまいましたけど、はい、いや本当に早くお願いします。はい、欧米が全然欧米じゃない。はい。はい、ということで、ね、つば九郎への質問もぜひ皆さんお寄せください。お願いします。今何人ぐらい見てるんですかね。もう5万人ぐらいですかね。あ、グッチさん、おはようございます。昨日打ってないからなし。あ、そうそう、願い事は七夕の願い事、七夕、世界平和、世界平和、素晴らしいです。今日もお願いします。お願いします。世界平和、素晴らしいです。単語目ね、単語目、単語目、単語目。4月7日七夕の日ね、そうです。先週、先々週朝ごはん聞いて、やっぱり一番ブレイクしてるのはグッチさんのメロンパン。あのその人はもう朝食メロンパンに変えた人も絶対多いはず。はい、あと双子のマック、はい、古賀選手のね、おはようございます。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 よし、やっぱり坂口さんいつも早いですね、球場に向かう。はい、こっからだいたい次まで結構長かったりするので、選手が登場するまでちょっとここで届いているつば九郎への質問いきましょう。今日朝ごはんと昼ごはんつば九郎何食べましたか。先々週は豚骨ラーメン、塩ラーメン、先週はザーピー、はい。覚えてますよ、はい。で今週は、はい。冷やし中華ごまだれで、はい。なるほど。なるほどです。もちろん大盛りですよね。特盛り、特盛りで、はい。あ、おにぎり2個、はい。わあ、分かる分かる分かる、はい。暑いしね、蒸し暑いしね、はい。ということで、次はオープンハウスの東京の家、つば九郎を狙ってますか。で看板に当たると東京の家一軒プレゼントとありますけどね、はい。コシタンタン。はい、ありがとうございます。素晴らしいです。あ、つば九郎の仲良しさん、荒木さん、はい、朝ごはん教えていただけますか。鶏の照り焼き、はい、照れながら言っていいのよ。どうもありがとうございます。よし、島さん、七夕の願い事は叶えてます。あ、お願いします。明日もやりますんで、お願いします。つば九郎 の身体がかかってますので、お願いします。はい。です。あ、今もう一人の選手いましたよね。山崎一番、今3打点、これ山崎選手どこ行って、あ、もう行っちゃいましたか。あ、まだ、まだ考えてくれてるのか。
勝負強いです。あ、すみません、オープンハウスの東京の家狙って虎視眈々と、はい、受け、最近のスワローズどうですかっていう、なんかアバウトな質問が来てますけど最近スワローズどうですか。はい、いいね、はい、よし、あ、西田さん、よし、よし、よし、3年ぶりのホームラン、イエーイ、ナイスバッチ。短冊、これ願い事書いてもらいました。あ、今崎さんも、はい、よし、はい、お願いします。山崎さん、ピンクでいいですか。はい、はい、よし、はい、お願いします。真面目に行こうぞ。そりゃそうでしょ、ちなみに焼き鳥食べたいとか。いいよ西田選手、G めっちゃかっこいい、綺麗ですね、力強いですね。すみません、ちょっと山崎選手は、左で書くんですか。お、達筆、すごい、はい、はい、西田選手、見せてください。ダーン、優勝するぞ、イエーイ、はい、よし、あ、そっちに、はい、はい、じゃあこっちで、かけときますんで。あ、お願いします、はい、今日もナイスバッティングお願いします。はい、山崎選手、はい、優勝しましょう、優勝しましょう、はい、優勝を導いてください、はい、お願いします。今日もナイス活躍期待します。山崎一番、イエーイ、ありがとうございます。西村選手、お願いします。昨日ナイスタイムでした。願い事をタタバタということでスマクロの企画で、はい、お願いします。願い事ですか。願い事です。つば九郎にじっと見つめられたらちょっと緊張しません、西浦さん。やばい、めっちゃ圧力ありますね。よし、よっしゃ、いますよ。よし、皆さん、パク行かなかった、帰ってくれますか、いいのか、はい、よし、七夕なんで願い事、はい、これ皆さん、連日大活躍の西浦選手、ドーン、勝てますように、はい、チームを勝ちに導いてください。今日もお願いします、はい、レッツゴー西浦。あ、渡辺選手、願い事、7月7日七夕なんで、はい、今一番願いを叶えてほしい、何でもいいです、チームのこと、プライベートのこと、何でもいいです。いきなり言われるとやっぱりちょっと慣れますよね。ここらね、あ、小賀さん、はい、今日の朝ごはんは、今日ははい、ミートスパゲッティ、ミートスパゲッティ、ミートスパゲッティ、はい、曽我選手も書いてもらっていいですか。いや、はい、はい、お願いします。七夕なんで願い事、プライベート、チームでも、はい、なんでも、なんでもいいよってつば九郎が、はい、なんでもいいよ、はい、じゃあこれ持って、はい、ちょっと見せてください。よし、西浦さん、ラスゴーテスト、はい、はい、勝てますように。ああ、西浦さん一緒じゃないですか打ち合わせしてたんですか。いや、はい、じゃあこれ後で貼っときますんで、はい、はい、お願いします。でもお願いします。お疲れ様、ヒロカできますように、はい、よし、じゃあまず今日勝利ですね、はい、はい、お願いします。じゃあこれかけておきますんで、はい、ありがとうございます。今日は渡辺小賀選手、はい、こちら
多くの試合に出れますように。はい、お願いします。今日も期待しますよ。お願いします。はい、上田選手、はい、朝ごはん教えてください。なんだっけ忘れた。明日の願い事を聞かせてください。はい、お願いします。よし。山本選手、ナイスバッティング昨日。ね、バット2本、バナナ2本、素晴らしい。よし、今日はもう、じゃあ2安打4打点な感じですね。はい、願い事を書いてもらえますか。ちょっとバナナ預かっておきますんで。はい。じゃあこのペンで。はい。おっと。よし。これどのタイミングでバナナ食べるんですか。いやもうなんか、はい、これえ何七夕なんで願い事お願いします。え、みんなどんな手書きですか。え、どんな手書きですか。みんな手書きですか。宝くじ当たりますようにとか、はい、まあ、嘘です、あの勝てますようにとか、無償あのプライベート、そんなバナナ、はい、プライベート的なことでもいいですよ。はい、字やってます。わあ、綺麗な字ですね。優勝したい。あ、名前も書いてください。ここに書く。はい。名前も書いてください。感じです。そうか、皆さん名前書いてなかった。誰のが誰のか分かんなくなった。では見せてください。はい、じゃーん、宮本選手優勝したい。はい、はいはい、優勝に導くために頑張ります。期待します。はい、これはお預かりしておきます。じゃあこちらバナナです。はい。はい。じゃあいってらっしゃい。ありがとうございました。はい。じゃあこれ、はい、貼っといてください。よし。だいぶ短冊もいっぱいになってきましたね。はい。何すか、スマホの短冊があと4枚しかない。はい、55と23かなと。そうですね、はい、そうですね。よし、じゃあ来られる前に引き続き質問言っていいですか。オリンピックが延期した今年の夏、つば九郎はやりたいこと何ですか。オートエスコバーエスキーです。ね、願い事、何か七夕、明日聞かせてください。はい、お願いします。あ、村上選手、青木選手、おはようございます。4月7日はちょっと七夕の日で、ちょっと願い事を書いてもらいたいんですけど、いいですか。はい、こちらお願いします。はい、村上選手です。願い事、何でもいいです。チーム、プライベート、家族、はい、世界、経済、何でも結構です。はい、名前も書いてくれたら助かります。はい、元気になれ熊本。はい、よし、ね、熊本のためにも、はい、村上選手今年はね活躍を決心されてますから、ね、ちょっと雨も気になるところですよね。はい、優勝です。優勝、頑張ります。はい、やってください。優勝のためにガンガン活躍してください。お願いします。頑張ります。よし、お願いします。ゴーゴー村上。お、青木選手、おっと、ちょっと見せてもらえますか。はい、息子が電車で迷いませんように。電車で学校が最近行き始めて、もうね、ちょっと迷子になるんじゃないかと、すごい心配なんですよ。そうですね、親としてはもう本当に心配ですよね。はい、選手ですけど、はい、ちょっとあの応援してもらう。はい、パパですからね。はい、わかりました。しっかりこれは願いが叶うように、はい、短冊で、はい、笹の葉に貼っておきますので、お願いします。今日もお願いします。Let's go and OK。いや、パパも優しさが溢れてましたね。よかった。はい。
よし、面白いパパ。はい、どうです。やっぱり青木選手の息子さんね、欧米生まれなので、はい、欧米か欧米かなので日本の電車とかまだ慣れてないですよね。そうです、はい、ということでちょうど55と23って言ったらタイミングよく来てくれたじゃないですか、つば九郎。はい、スイカ使ってスイカ使ってんのかなスイカどうでしょうね、スイカ。パスモだったらどうする、はい、うまい顔パスアキでーす。面白い。いやよし、山崎選手の G のこの綺麗さすごい感動しましたね、はい、西田選手も、西田選手はめっちゃこうなんか強い字を書きますね、うん、今日は大物仕込んでます。お、マジですか、大物。あ、ひるまさん、はい、よしよし、ひるまさん、ではない。あ、ヘッドコーチではない。はい。ではないんですね。あ、ではない。これでわかるってね、なんか。あ、質問、質問。はい、わかりました。オリンピック延期になりましたけども、やりたいこと何ですか？今年の夏です。でも普通に試合ありますからね。はい。スタート。はい、ありがとうございました。ビールが苦くて飲めません。どうすれば飲めるようになりますか。無理するな。はい、無理は気持ちです。はい。ね。途中からご覧になった方、つば九郎の願い事は蛇口からルービー。はい。夢ですね。ね。はい。一番好きなおつまみは、おつまみ、おつまみで、一番好きなスイーツは、え、ゴシップを魚に飲む。はい、さすが、さすがです、先生、さすがです。はい、奥川投手と LINE 交換しましたか。おお、奥川投手いいピッチングしてますよ。はい、まだガードが、あ、ガードが硬いと。あ、そうですよね、はい、ソーシャルディスタンス、はい、というかつば九郎も忙しくて戸田まで行けないですもんね、はい、まだね、はい、朝のルーティン、つば九郎の朝のルーティン気になりますか。起きて外見て朝か朝を確認すると、はい、ありがとうございます、はい、たまに、それはなぜかというと、たまに夜の時があるから起きた時に、なるほどなるほど、朝の6時かなと思ってこうやったら、まあ、夕方の6時みたいな、休みの日とか、はい、でちゃんと朝かどうか確認する、はい、大事です、大事です。それでプレーボールってなってるかもしれない。
皆さん、おはようございます。お願いします。お願いします。はい、今日デーゲームと勘違いしてたと先週2時プレイボールでじゃ早めに来たんですか今日今逆じゃなくてよかったですよね、はい、あとさすが七夕絡みの質問来てます。つば九郎にとって織姫のような存在は誰ですか。織姫の存在、会いたいな、紹介してーだ。はい、はい、ぜひお願いします。こちらの方に、はい紹介してください。お願いします。お願いします。画面に近づいてもう一回お願いしますよし、はい、じゃあそろそろ今日の一言いきますか。はい、今日の一言アンド、はい、この後でも大物来るんですよね。大物の前に、はい、じゃあ一言いきます。今日の一言、七夕にちなんでこんな彦星は嫌だ。よし、グルメは熱く語るですね。なんすか、高校野球は熱く語る違うでしょうね。何かというと、ヒルチもうダメあの真相が白なのか黒なのかわからない、なんかそんな番組ありましたね。あんまり学んでないもうアンタッチャブルですね、はい、事件が起きやすいのは昼なんです、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、結構攻めてきましたね、つば九郎ね、はい、あ、今日のリモートバズーカ合言葉いきましょう。はい、T シャツゲットするためにはこのキーワード、鳥羽一郎と山川豊は兄弟船。おお、今日も兄弟ネタのキーワード、はい、ぜひこちらを必ず入力してプレゼント応募お待ちしております。ありがとうございました。うぃす、皆さん何枚目ぐらいで分かったんですか。1枚目2枚目でもほぼ確信されたらいいですよね、本当にね、はい、はい、おっと、今日のヒーロー、ちょっと持っていきましょう、はい、今日のヒーローとスコアの予想です。今日はつば九郎がめっちゃ仲いいライアン小川投手、おはようございます。どうお願いします。誕生日グッチで4対3、4対3いきますか。4対3、3時間15分、ちょうどいいですね、ちょうどいいですね、はい、いかがでしょうか、こんな感じで、はい、よし、ね、たくさんこう笹の葉に短冊選手の皆さんつけてもらいました、はい、明日もうちょっとこれ増えるように、明日もこのクラブハウス前からお送りしていきます。今日書いていただけなかった選手とか、はい、大物をしばし待とう、はい、大物、大物、はい、はい、よし、じゃあ途中から見ている方も多いと思うので、短冊、小川選手頑張ってください。ライアン、レッツゴーライアン。神宮勝ち越しできますように、はい、これ西浦選手でしたっけね、はい、でこれつば九郎が蛇口からルービー、はい、あ、高津監督、あ、お、大物で高津監督いいですか、僕で、いやー、どうし、あ、どうも、よし、よし、七夕ということで、よし、七夕、はい、7月7日七夕、願い事を
はい、いいですかね。え、書いてもらっていいんですか。あれ、あ、本当ですか。いいですか。書きましたよ、もう。あ、え、書きました。はい、おほら、あ、よしよしよし、え、書いてきてくれたんですか。書きました、書きました。ありがとうございます。じゃあこれ、ちょっと視聴者に見せていただけますか。お願いします。9番ピッチャー奥川。うわこ今月今月来月、いやいや、ね、それは何とも言えないですけど、ね、何とも言えないですけど、はい、はい、まあ、そのうちという願いを込めて、いや願い事、はい、うわすごいですね。いいのかけて、はい、じゃあお願いします。いやこの願い事が叶えますように。はい、これ後でちゃんとやっておきます。はい、よし、はい、願い事ありがとうございます。はい、どうも。高津監督にもご協力いただきました。ありがとうございました。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱり新聞でも皆さんね、分かっていると思いますけど、高津監督のこの字めっちゃもう超綺麗ですね。はい。じゃあこれちょっと、はい、ズーム。はい。おーい。いやいや。はい、つまくろー。はい。はい。よし。オッケー。よし、探索持ってきますよ。はい。おお。スマグロを大物に交渉したってなるかなと。高津監督すごいですね。はい。はい。では。ではまた明日ということで、はい。クラブハウス前からお送りしました。明日がこれ最終回なんでね。はい、ぜひ皆さんお見逃しなく、ぜひチェックしてください。今日も力強い声援神宮球場に送ってください。つば九郎でした。パトリックでした。 See you tomorrow. Bye bye.